さあ参りましょう。退屈していただいていると思いますが、それは私も同じ。ちょっと早く次の展開が欲しいですね。よし。まあでも、もう消去法でどんどん消えてってますので、行ける場所は本当に消えてってますので、よし、この次や。ただ5つ集まってどうなるかっていう説明が全然ないのが気にかかるんですよね。だいたい5つ集めろなんていうのも言われたわけじゃないんですよ。自分の多分そうやろっていうことでやってるだけなんですが、まあでも絶対そうですよね。あれ違うし、違ったな。マジか、ここ関係なずですか。はん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 。じゃあ次の場所ですね。この左下ぐらい、この左下ですね。エリア的にはてかもうそこしかない。あ、もう一箇所あそこが空いてる。まあでもここ結構そこ臭いんで、そこ行きましょうか。じゃ あどっちから行こう。空いてないところも通りつつ行きたいけど、どっから行こうかな。さあ、また探索動画ですよ。探索ですよ。どうなんでしょうね、このゲーム。まあ、迷って、行くところに迷って、結構時間かかりますっていう話は聞いてたんで、まあまあまあ、その、大体それは分かってるんで全然構わないんですけど、そこまで迷うもんでもないって感じですよね。迷うというか、単純にあれです、移動速度が遅いんで、その迷ってるわけじゃないけど時間がかかってるんでね。別に迷ってるわけじゃないんやけど、言ったら行く道は一つなんですけど、常になんていうの、まっすぐその行きたい方向に行ってるんですけど、迷ってるわけじゃないけど、めちゃくちゃ進むのが遅いから、それだけの問題ですよね。ほっ、そろそろレベル上がらんかなこいつで。さあ、言うてたら上がった。こいつね、こんなに真面目に戦う必要はないんですよ。そもそもこんなに真面目に戦わなくていいのに、これでいいから、これで終わるんで。なんかこう考えたらさ、なんか毒ガス兵器ってめっちゃ強いっすよね。思いません？毒ガス兵器ってまああるじゃないですか、その、まあ、非人道的な兵器やから、あんまり戦争ではもう、こう、禁止されてる、ね、ベトナム戦争とかでこう、被害がね、だいぶ出ました。非人道的な兵器ですけど、毒ガスってマジで強いですよね。その、直接打撃よりも何倍も、嫌ですよね。防げへんし、防げないわ、威力もいかついわ。まあ、要するにその人体のダメージがもう尋常やないから、なんか、そういうのをこう思うと恐ろしいですよね。こいつ気持ち悪い、マジで。見た目めっちゃきしょい。さあ、未踏のエリアですよ。大丈夫かな？なんかあるかな？不安になってくるわ、これ。やめて。抜けて合ってますよね。うん、こっち抜けて上に出ての
右側。ちょっとだな、広場っぽいんですよね。広いんだな。だから結局、大味で何もないっていうパターンになりかねないんですけど、ここなんですよね。なんかあるかい？お？お？お前は？いか、なんか、うわ、だだだだ！なんや、お前は。マルファス。マルファスを撃破。おるわ、おるわ、おるわ、おるわ。おるわ、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 マルファスを撃破。いっぱいおるな、マルファスが。マルファスが、ここにはいっぱいおる。あ、ルート開いたな。いけてるな。お、手裏剣がある。ああ。どうなんやろ、これ、良さそうやな。あ、あ、来たかな。あ、来たかな。あ、来たかな。ついに来たか。ほらー、しまった。よし。ミイラや、ミイラくん。弱そう、むちゃくちゃ弱そう。マジか、マジかっていうレベルの弱そうさ。うわうわ言うてはるけど、あーでもほら初めて当たらへん。マジか、初めて毒が当たらないっす。ただただめちゃくちゃ弱え、めちゃくちゃに弱え。ごめんなさいっていうレベル。さあ何のアイテムでしょう。やった来た、あばら骨。何も起こらへん、マジかよ。魔導動きの一つ、心臓、あばら骨、目玉、爪、指輪取ったよ。揃ったよ。この先に何かあったりしたり。そんな都合よくないかね。そんな都合よくないよな。もうこうなったら時計かな。時計のところの左しかないやんか、もう。こうなったら時計かい？いやもうそこしかないぞ。そこで、やっと左に行けるようになって、左がボスに繋がってるっていう。ことかな。それでいいんかな。ちょっと待ってくれよ、マジでノーヒントすぎるやろ。ちょっと待ってくれ、何の話もないのか。儀式的なことをするのかな。まあドラキュラの間か、もしくはって感じですよね。どっちかですよね。ドラキュラの間っていう可能性もなくはないと思うんですよね。あの、玉座のとこね。玉座のとこかなーっていう可能性はなくはないと思うんで。ここはエリア完全に埋まったな、これ。完全に埋まったね、これ。埋めたと言っていいんじゃないか。よし。埋めたな。よし、埋めた。埋めた、埋めた、埋めた。もう大丈夫。なんもない。なんもないから、時計のところ行ってみようか。さあ、あとちょっと、まあ見た感じで、ないんすよね。もうほんまないんすよね。うん。ないなぁ。時計の部屋行ってみますかね。じゃあ。うん。行こう。時計の部屋行こう。ないよなぁ、ないよなぁ。ないよなぁ。カラクリのところ、カラクリの部屋みたいなところの、
あるんですよ、確かに行けてない、入れない、入れないというか行ける体になってるけど入れてないところが一箇所あるんですよ。あるんですけど、本当にさっきも言ったけど霧でも入れなくて全く入れなかったんで、なんかよくわからないんですよそれね。まあ、とりあえず時計のところに戻る、何かが起きるかもしれない。時計のところまで戻って何か起きなかったらドラキュラの玉座のところに戻る、で玉座で召喚するっていうパターンがありえるから、これも時計近いな、だからドキドキする。ちょっとついにラストに近づいてる感じがある。ちょっとドキドキしてきましたね。よし、上行って、上行って、さあ頑張れ頑張れ、道なり道なり道なりに上行って、これあれですね、タイムアタックとか例えばやろうと思ったら本当にこう道をなんていうか一筆書きみたいな感じで、なるべくそのロスないようにいけるといいのかなって感じですね。よしよし来た、びっくりした、よし来た、開くんやろ左が。だぜ、あれこれ上が開くのか、もしかしてそっちかい。いや今そんな気がしたな、今そんな気がしましたわ。ちょっと待って、セーブしよう、セーブしましょう。なんかもうラスボスでしょこれ絶対、これラスボスだと思うんで、ちょっとセーブしましょう、これ。これでラスボスじゃないかもしれないなんてことは俺もないと思うんです。これもラスボスだと思います。ので、ちょっとセーブをしに帰ろう。近くにあったんで、ここでセーブしてしまって、もちろん行きますね。このままで。せっかく今までダラダラと見ていただいてますので、ここはもう一気に行ってしまいましょう。行ってしまいましょうなんですけど、そっか、あの中心部や、中心部に行くんや。確かになんかね、えぐいなんか飾りみたいなのあったもんな、あったんすよ、確かにね、確かにえぐい飾りみたいなのあったんすよ。開いてる開いてる開いてる、てか左はほなどうやねんって話やねんけど、これセーブできたんかな、セーブできるしかなーと一瞬嫌な予感が。はい、あのね、ちょっとせめて最終ボスラスボスにはおならが効かないことを祈りましょうかね。塀が効いたら大変なことですよこれ。わあ、もう物理法則完全無視やな。物理法則完全無視。いいね、いい雰囲気です。上がってく、うわ来たな。あ、シャフトがおる、来た。ああ、どうもどうも。ベルモンドを操っていたのは貴様だな。あれは真ん中のあれは何なんや。この世に破壊と混乱を導くものだ。こいや、奴を上司として祭り上げた。ヴァンパイアハンターは来ないよ。ヴァンパイアって当てとる。
はい。戦えば？ベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力なら、まず倒すことはできまい。奴を操り城主にすることで儀式に邪魔なものを排除した。なるほど。だがそれもここまでのようだな。それはどうですか、ね、なんで敬語やねん。最後の生贄として汝の死する気半身を捧げる。いやまあ大丈夫っす、ミストいけるんで。やっぱりさすがガードしてくるね。まあまあそりゃそうでしょう。そうじゃないと面白くない。てめえこら、てめえこら、ダメージしょっぱ。はい、あれマジかよ、弱え。の肉体を捨てた者にこの世でも居場所などない。貴様の好きな暗黒へ旅立つがいい。バッドエンドちゃうやろな、またこれ。はい、来た。ラスボスですね、多分。来た。腐り切った世界に破壊と混沌を。来た。来いや。どっから出てくんの？そこが開くんか？は？は？暗闇に包まれた。はぁ、あ、来る。父上。来たぞ。おぉ、誰かと思えば。誰かと思えば。欲しいな、我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。愛も変わらず人間のものは味方をしておるのか。奴らがお前にしたことを忘れたわけではない。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。まだそんな言わないことを言うか。まあよい。今度こそ下賤な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて下がってた。ドラキュラ、再びあなたを倒す。じゃあ、でかい、マジか、でかいでかい。ガード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 、そらそうやそらそうやろそらそうやろね。でかいでかい、地味な戦い。あのめっちゃ頑張ってくれてるあいつが。よしよし、声の連打で。ちょっと待って、回復しましょう、回復を。エクスポーション、エクスポーション。どれぐらい回復するの、エクスポーション。めっちゃ回復する。よーし、全開になれるな。もうそこそこ入ってると思うんですよ。すでに。嫌な感じになっとるんで。一旦これなっといて、というかね、これずっとこれなっといて、この剣が頑張ってくれるんで、結構効いてるんで、これいいんですけど。決まれ、マジか、強いな。相当叩き込んでますね、これ。おらおら、マジか、強えな。相当入れたぞ。何？なぜマップを今。よいしゃー、決まった。あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。だ、なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは守るものがあってこそ限界を超えることができる。あいつすげえな、よう見たら。愛するものを失い、
愛することをやめた時、足組んだまま孤立しょこの召喚してたんや。そうか、もうちょっと自分で働けよ。皮肉なものだ、力を求めるがゆえに失ったものが私の敗因であるとは。ラオウと同じ考え方ですね。アルカードよ、教えてくれ、リサは最後に何と言ったのだ。あうあう、人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、自己責任ですね。あなたを永遠に愛していると。なんだと。リサ、私は間違っていたのか。間違ってはいいひんと思うよ。間違ってはいいひんと思うけどな。ガチンコファイトクラブで、城島に相談しに来た。ガチンコファイトクラブじゃないですわ。ガチンコ受験道みたいな。ヤマト龍門のやつで、ヤマト龍門に怒られて、城島さん、俺って間違ってんのかな、俺って間違ってんのかなって相談しに来た時の城島の答え方。いや、まあ、間違ってはいいひんと思うよ。ね、城島さん。よし、消えました、城が消えました。あれ、あいつ無事だったようだ。助かってんな、ちゃんと。よかったよかった。もう外で見とったんやね。よかった、あなたも無事だったのね。こう見るとこの主人公のこの貴族感がすごいですね。気にするな、自分の宿命ゆえに奴を倒さねばならなかっただけだ。奴言うてる。そう言ってくれると助かる。だがよく覚えておいてくれ、この世界に破滅をもたらすことができるのは奴じゃない、人間、自分自身だということ。自分自身ね。分かった、肝に銘じておこう。お前操られてたやん。アルカード、これからどうするの。俺の体に流れる呪われた血はこの世界には不要だ。どうすんの。人目につかぬ方がよかろう。また眠るのか。そう、ではさらばだ。もう二度と会うこともあるまい。アルカード。いいのか、マリア。追わなくても。いいの。今の私では、彼の心の傷を癒してあげることはできない。それに、また会える気がする。その時には、きっと。そうか。さあ、行きましょう。みんなが待ってるわ。みんなって誰？いた？そんな存在。ああ、エンディングや。いや、これちゃんと言ったでしょ。これはクリアしたでしょ。多分。怖いわ。一応、まあ、確認はしますけども。一緒やもんね、この曲も。はい、ということで、ありがとうございました。いやー、まあ面白かったです。ゲームとしてはめっちゃ面白いです。本当にアクションと RPG が混ざった感じで、まああれ好きなんですよ。これ系好きなんですね。そもそもがもう雑魚を倒してレベルも上がるし、武器装備とかを変えたりして、なんか能力が変わったり、必殺技も面白かったですね。ちょっとまあ複雑なコマンドに関しては僕はもう下手くそなんで全然出せなかったですけど、まあ、波動拳コマンドが最後、その強い技だったんで、あれで押せたのはでかかったですね。まあ、きっと今まで取った武器も全部そういう必殺技が、こういうね必殺技があるんだと思うんですけど、正直その見つけられなくて、
まあその次もう一回やるならその辺も全部調べた上で、なんかもっと多分強いのとかもっと便利なものとかあると思うんですよ。多分今の備前長船かアルカードソードはかなりなんて言うんでしょう、初心者向けと言いますか、多分最終ボス、今のラスボスも、まあ、体力多かったですけど、備前長船のあの必殺技連発、もしくはアルカードのあの技連発でも多分同じような効果出たと思います。要するに無敵時間があって、で移動して攻撃できるっていうことだけで、だいぶやっぱり楽ですね。うん。あとは何やろな、まあ、面白かったこととしては、やっぱりその、コウモリになったりミストになったりというか、まあネタですけど、マジであのミストはちょっとネタですね。後半のミスト無双はちょっと歴史に残る、まあボス戦がもうとんでもないことになりましたから。なので実質一番強かったのは、まあラスボスもちろんラスボス強いんですけど、実質一番強かったというか苦戦したのはもう完全にあの巨人ですね。あの要するにミストを取りに行ったところの巨人、あいつは記憶ではこの5つのこれ出さなかったんで、確かミストを取るためだけっぽかったんで、ミストのあのミストを黄色くするためだけのやつだったんで、多分倒さなくてもボスクリアはいけたんじゃないかと思うんですよ。だからこそのあの難易度設定なのかなっていう。相当強い、急に強いですね。今までの他のボスだったら本当にゴリ押し、もしくはまあワンパターンでそのそんなに苦戦したらなかったんですけど、あいつまあ本当に霧にならないと思う、絶対にかわせないタイミングとか、あとダメージもいかついで、何よりも体力がとんでもなく多い、不安になるレベルですよね、こっちが間違ってるかどうか。あれはまあまあちょっとこのゲームの中でも特筆すべきボスだと思います。多分何も調べず適当に行った方は皆さんあのボス結構びっくりされたんじゃないですかね。まあ僕もその一人ですけど、知っててもマジかってなるレベルの強さだったので、まあ、面白かったですね。まあ、出会えてよかった。結局高とんぼりになったお城もほぼ全部探索しちゃったんで、多分ボス全部出会ってると思います。はい。なので、まあ、楽しくやれました。大丈夫やんな。まあこれがグッドエンディングであると信じて、とりあえずは終わろうかなと思います。はい。ということで、予想外にちょっと長くなっちゃったんですけど、多分動画の数、予想外にちょっと多くなっちゃったんですけど、最後まで見ていただいて、本当にありがとうございました。またよかったら別のゲームでお会いしましょう。では、悪魔城ドラキュラ X 月下の予想曲終了したいと思います。ありがとうございました。